はいどうもこんにちは、ヘッポコゲーマーガライラガイでございます。さあ本日もワールドやっていきたいと思います。やっと完成いたしましたマムちゃんの装備でございます。皆さん今マムタロトでしたね。タロトですね。こちらの方ガンガンいってるとは思いますが、なかなか攻撃が出ずに苦戦してる方もいらっしゃるんじゃないかと思います。かくいう自分も攻撃は非常に苦戦いたしました。配信された日ですね、大型アップデートをされたその当日に、ソロで討伐の方行ってみたんですけど、とりあえずはもう無理ですよね。追跡レベルが1ですし、研究レベルも1、達成度も1の状態で初見でクリアできるわけがないというところで、当然のごとく逃げられると。2回目もソロで行ったんですけども、全然ダメというとこでしたんで、急遽部屋を、集会所ですね、集会所を今までプライベート設定ありでやったんですけども、プライベート設定なしで行って、とにかく手助けしてほしいなというところで一人でちょこちょこやってたら、何名か入ってきてくださって、4人で行くことができたんで、どんどん追跡レベルであったりとか痕跡は集めたりとかして、どんどんレベル上げていったら、いろんな方がどんどん入ってきて、最終的にはもう入れ替わり立ち替わりで、16名パンパンな状態になって、何度か討伐することはできました。討伐というよりは退けさせることができたっていうやつですね。なので鑑定武器や、いろんなその素材等をゲットできている状態ではあります。ただ鑑定武器に関してはまだまだやり込み要素があるんで、まだまだなんで満足はしてないんですけど、とりあえず装備の方は一式早く作りたいなって思ってたんですけど、それでも出なかったです。なのでどうすればその、素早くというか効率よくその攻撃が手に入れられるのかと。で当然マルチでやっていけばいいんですけども、そのマルチができない時であったりとか、マルチやったことない方、もうソロ戦でやってる方ですね、自分も基本はソロ戦でやってるんで、ソロでなんとか攻撃手に入れられないかなと思ってたんですけども、当然討伐報酬ですね、一番最後をの報酬画面までまずいけないっていうところですね。ソロでマムを討伐しようと思うとべらぼうな時間と相当な運要素が必要じゃないかなというところで、それじゃやってられないということなんで、なんとかできないかなと思ったら、角になるんですかね、角の黄金を剥がす部位破壊ですね、あれができて、その黄金から剥ぎ取り素材で攻撃が出るということだったんで、今回はソロですね、ソロで討伐ではないんですけども、とにかく素材集めのためのマラソンですね、こちらを、やってで攻撃を見つけたというやり方ですね。だいたい所要時間が最短で2分30秒か40秒ぐらいじゃなかったかな、で帰還できると。で長くてもう6分7分、安定して討伐できるようになった時には5分前後ぐらいで黄金を剥がして素材を回収して、ダメならリセットと、リセットじゃないですね、期間ですね、をどんどん繰り返して、見つけるという方法ができましたんで、今回それをご紹介したいかなと思います。使う装備は、ヘビーボーガンですね、ヘビーボーガン、こちらの方で素材集め集会、こちらの方ができるよ と思いますんで、今回そちらの動画をご紹介したいかなと思います。本当に他の実況者さんの方でもいろいろ挙げられてたんですけども、自分が使う方法はオータル爆弾 G と落石、あと拡散弾ですね、こちらの方を使って、最速で
V 破壊をしていくという方法になります。なんで、そちらの方をまずは見てください。どうぞ。さあそれでは行きたいと思います。一応今のところマムのレベルは3になってますね。追跡レベルは3で、今回は紹介しておりますが、一応1の状態でも可能でした。ただ若干だけ時間がかかるかなというとこですね。壊れなかったりする場合もあるんで一発目で、なんで、まあ、やっぱりレベル1でやるよりはレベル3でやった方がいいかなと思いますね。まあおすすめは2以降です。2だとマムをマムのとこまで案内してくれるんで、これが案内できなかったしてくれなかったら結構最初は探すときに非常に時間がかかってめんどくさいんで、なるべくならソロでもレベル2ぐらいまでにはしといて行くべきではないかなというふうには個人的には思いますね。さあそれでは第一の落石ポイントに行きたいと思います。だいたいどのルートで行っても2回は落石ポイントを通るんで、まあ、そこは問題なく何度か行けば地理を覚えてくるんで、マップが覚えたらもう非常に楽に攻略できるんじゃないかなというふうに思います。さあここの落石ポイントでまずは一発落とします。そしてダウンしたところに、オータルジーと2発2個置いて、そして拡散弾ですね、1発2発と、まあ、頭に落ちるように一応発射はしている状態ですね。そして3発目ですね、これを打って、爆発と同時ですね。そうですね、これで破壊と。だいたいここまでで2分ぐらいですかね。なんで、まあ、やっぱりレベル1の時だとやっぱりここでは壊せなかったんで、次のポイントぐらいまでやっぱかかったんで、やっぱり2から3とかまでやったらソロでも上げれるんで、まあ、そこからどん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 周回マラソンという形で痕跡さえ取らなければそんなに調査ポイントは上がらないんで、基本的には何回でも周回できる状態になるんじゃないかなというふうには思いますね。さあそして今回のこの周回にあたっての装備が、こちらになります。一応シーカーセットでいってます。これはやっぱり剥ぎ取りを1回分増やせる調査団の導きだったかな、こちらの方が必要になってくるんで、非常にこの装備は安定すると思います。これですね、今回のスキル構成で破壊用が乗るのかどうかっていうのはちょっと分かんないですね。ヘビーボーガンに破壊用がつくのかどうかっていうのはちょっと分かんないんですけど、一応今回はこういう形で装備の方を、まあ、スキルの方を組み上げている状態です。まあ、解放樹が確か必要になるんで、解放樹がないとこの装備が組み上げられないんですけど、まあ、でもキリンレガース使えばいけるんじゃないかなとは思うんですけどね。まあ、これで、だいたい2分30秒ぐらいだったかな。確かそうですね、2分32秒ですね。だいたいこれぐらいで、まあ、周回を終えることができると。これをどん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 繰り返していくという形で攻撃の方は手に入れられると思います。さあそしてもう一つ、こちらの方は若干装備を変えた状態にしてあります。こちらの方も後で、装備紹介とスキル構成の方の紹介の方は、いたしますが、こちらの方は鉄鋼弾ですね。鉄鋼弾を使って形の討伐ですね、V 破壊ですね、そちらの方を今回はやってみた映像になってございます。そうですね、これレベル1でからですね。なんでマムを探すのに結構手こずってるところですね。これ本当にレベル1だとどこにいるのかが最初わからないと、まあ、そんなに移動速度は速くないので、じっくり回っていけば全く問題ないとは思いますし、当然もうこの段階ではもう結構慣れてきてるんで、本当だったらもう一段上の方に上がってマムがどこにいるかというのをしっかり把握していけばそんなに苦労はすることではないんですけども、まあ実際にちょっと動画にして撮ろうかなと思ったんで完全に焦ってる状態ですね。さあそれでいきたいと思います。ここで落石を一発やっていきます。これ本当は頭に当てた方がいいのかどうかってのはちょっとわかんないんですけど、
まあ一応どこでもいいんじゃないかなというふうには思います。さあここで、まあ、オータル G ですね。そして拡散弾2発打ち込んでいきます。そしてこの後鉄鋼弾ですね、鉄鋼弾の方に切り替えて頭に行く。あれ鉄鋼弾に変えないですね。自分が変えましたね。ここで鉄鋼弾に変えて、打っていくと。これマルチの時にも結構使えた装備なんで、今後マルチで行く時にはこの装備でちょっと行こうかなというふうには思ってるんですけど、ここで鉄鋼弾を当てて、さらに、この後ですね、もう一箇所この壁ですね、この壁の向こうに落石ポイントがあるんで、そちらの方に行きます。とりあえずその間にまあ装填なりを全て済ませておく状態ですね。そしてこの降りた後にここにガジャブですね、金色ガジャブ、これちょっとすごくめんどくさいんで結構邪魔してくるんで、まあ、弾け結晶を取ったらもうこいつにバンバン当てて、とりあえずこいつらを退却させると、もういなくさなるようにしておく。これ結構重要ですね。これいろんなところでも邪魔されたり、結構剥ぎ取りの時でも結構邪魔されたりとかするんで、道間違えましたね、こっちの方に行きましたね。なんで今度こちらの方に行ってスタンバイですね。またさあガジャブたちをとりあえず一掃しましょう。これはもう非常にめんどくさいんで、こいつらは。さあどこだガジャブ、あれいたような気がしたんですけどいないですね。まあまあいないんであれば問題ないですわ。あ、いましたね。さあそして2回目にマムがこちらの方に歩いてきたら、ここですね、この落石ポイントでマムをまたダウンさせるという形になります。でこれ1回確か止まるんじゃなかったですかね。結構その落石ポイントの前で止まったりする行動が多いんで、結構勢い余って落石を早くしてしまって、やり直しということが多々ちょっとあった状態ですね。さあこちらの方に来ましたんで、落石を当てていきたいと思います。さあそしたらまた、オータル G ですね。オータル G を置いて、そして鉄鋼弾と、鉄鋼弾ですね、拡散弾ですね、拡散をぶっぱして、さらに鉄鋼弾と。でここでちょっと、確か KO がダウンスタンですね、スタンが入っちゃうんじゃなかったでしたっけ。そうですね、スタンが入っちゃったんですね、ここで。なんでこれ本当は正面に向いてくれればさらに攻撃できたんですけど、ちょっとスタンが入っちゃったんで、ここで若干まだ弾込めという形で装填の方をし直して、起き上がったらもう一発ですね、鉄鋼弾打ってきます。さあそれでこれで破壊ですね。はい、で今回のは結構装備の方がやっぱりいい装備なんで、こんな装備になってございます。武器の方はマグダですね。あとはマムの装備が頭と手ですね。あとは眼筋メールです。これはちょっとマルチ用で、あと使う装備でも一応作ってみました。これガード性能、属性解放、破壊を KO 術、砲術という形になってございます。まあ、これでも所要時間に関してはそんなに時間の方は経ってないとは思うんですけど、そうですね、5分ぐらいですかね、5分から6分ぐらいでできるやり方じゃないかなと思いますね。まあ、シーカー装備じゃないんで剥ぎ取りは3回しかできないんですけど、まあ、安定して倒す方法じゃないですね、安定してまあ破壊する方法と、あとはマルチで活躍するためのサポートとして活躍するための練習としてソロで行くというやり方としては非常にいいんじゃないかなというふうには思ってますね。まあ6分ぐらいですよね、やっぱり。はい、
まあ、こんな装備になってございます。さあいかがだったでしょうか。まあ、装備のシーカー装備ですね、こちらの方をやっぱり装備して剥ぎ取り回数を多くする、1回分多くするっていうことですね、こちらがやっぱり結構肝になるんじゃないかなというふうには思います。ただ、まあ、剥ぎ取りでやってもやっぱり攻撃を出すのに1時間に1個ぐらいのペースでしたね。やっぱり2時間やってやっと2個ぐらい、2個ですね、今2個なんで2個を、まあ、ゲットできるというところなんで、結構やっぱりパーセンテージとしては本当 1% か 2% とかそんな領域じゃないかなと思います。おともちゃんの装備に分取り刀を装備させたんですけど、おともちゃんがまあ分取り刀で行動アクションを起こさないんで、ヘビボウガンだからだとは思うんですけど、まあ、立ちていったらもしかしたら分取ってくれたのかっていうところも合わせれば、また若干ちょっと確率が変わるんじゃないかなというところですね。まあ、あと落とし物でもどうやら見つかってるみたいなこともあるみたいなんで、落とし物も積極的にまあ取ってはいってたんですけど、さすがにそれでも出なかったっていうところですかね。まあ、あとヘビーボウガンに破壊王がちょっと意味があるのかどうかっていうのがわからないんですけど、まあ、破壊王がもし意味がないんであればもっと攻撃重視のスキル構成にすればもっと楽に討伐できる、もしくは確実にっていうことができるんじゃないかなというふうには思います。はい、というところで今回はソロですね、ソロ専門で討伐はできなくてもマムちゃんの装備は一式作れるんだぞというのを、まあ、周回マラソンを使ってやるというやり方というのをご紹介いたしました。まあまあまだまだマムちゃんの方のイベント期間は長いんで、どんどん今度は、マルチの方に参加していくか、もしくは自分のサークル集会所、こちらの方をもうオープン、ひたすらオープンにしてどんどん入ってきていただいて、マムちゃんを討伐していくという形で、いきたいかなと思っております。はい、まあ、本当にこの衣装ちょっとウルズの装備に似てるような感じはするんですけど、やっぱりこの金色はすごいですよね。本当に非常にセクシーですね。いいね。一応これ着色設定は、書いてあります。ベータの場合だとちょっと銀色っぽいんですけど、色を変えて本当の金色という形に変更はしてある状態ですね。はい、というわけで今回は、マムちゃんのソロ集会、ソロ集会で、素材をしっかり集めるという動画になってございます。よかったら次の動画の方もまた見てやってください。はい、というわけでバイバイ。最後までご視聴ありがとうございます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。画面のキャラクターをタッチ&クリックで登録することができます。またその他の動画もぜひともご覧くださいませ。それではまたのご視聴をお待ちしております。